皆様こんにちは大紀元ニュースですアメリカマルコ・ルビオ上院議員は国防総省や商務省のブラックリストに掲載された中国企業をアメリカ市場から上場廃止させ上場を阻止する法案を提出しましたアメリカの統治に依存している中国企業に打撃を与えアメリカ金融市場から中国マネーの排除を後押しする狙いがあります提出された法案は アメリカ金融市場の誠実とセキュリティ法と名付けられ、ルビオ議員とマイク・ブラウン上院議員が共同提案しました。法案は、アメリカ投資会社、退職基金、保険会社が商務省の取引禁止リストに乗る中国企業や、アメリカ国防総省が作った中国軍支援企業リストに乗る企業の株式取得を禁止しています。法案が可決されれば、 取引禁止リストに載っている中国企業は1年の猶予期間を経てアメリカの取引所で上場を禁止されることになります商務省や国防総省のリストには人権侵害に関与する企業と指摘された監視カメラ大手広州俳句ビジョンや国有通信大手中国移動チャイナモバイル中国電信チャイナテレコムなどが含まれます。 ルビオ氏は提出した法案の声明の中で共産党に私たちの金融システムは利用できなくなることを明白にすると書きました5月アメリカ上院は中国企業がアメリカの監査規則に従わない場合取引所から排除する法案を可決しました8月には公開企業会計監視委員会へ会計書類の提出を義務付け この義務を怠るるとと上場廃止もあり得るとしましたロナルド・レーガン政権の元ホワイトハウス高官でアメリカ資本市場における中国企業の規制強化を求めてきたロジャー・ロビンソン氏はロイター通信に対して「中国本土企業はインデックスをベンチマークとする上場投資信託 ETF を通じてアメリカ資本市場の規制をされていない。 また審査もされていないバックドアでアメリカ市場に自由なアクセスを持っていたと指摘しましたルビオ議員の法案はこの穴を埋める法律だと指摘しましたしかしアリババグループ、ジンドン、ネットイースなどアメリカに上場している中国企業の多くは外資を引きつけるため香港で二重上場を模索していますアリババのアントグループもまた 香港と上上海で二重上場し新規上場は世界最高となる340ドルが見込まれています。米紙バロンによるとアナリストらは中国企業がアメリカ監督機関を迂回して投資を呼び込もうとしているがアメリカ議会は超党派で対中強硬姿勢が勝っており今回のルビア議員の法案よりもさらに中国資本に厳格な法律が制定される可能性もあると見ています。